とあるカップルがいました。そのカップルは夜景を見に行こうと言い、車で山を目指しました。まあ、途中山を登った最中、男女のカップルは喧嘩して、男の方はもう帰るわと、彼女はそこで嬉しい帰り始めたんですけど、やっぱ山道に女の子一人は危ないということで、仲直りも含めて迎えに行きました。まあそこで彼女乗せ仲直りしたんですけど、そこまあ帰ろうかということで、帰る時に道に女性が一人立ってこちらに手を振っていたんです。その手を振ってる人の男性が、かわいそうだから乗せてあげようよと、まあ、女性が、でも手の振り方おかしくない、ツッコミ、まあ、普通は手のひらを見せこう振るんですけど、その道端に立っている人はこう逆の手を向けて振っていました。そしたら女性がなんか不気味やねと、いい男性がそこで豆知識として、普通は手のひらを見せるんやけど、手の甲を見せて振るのはこの世の人じゃないんだよ、そうアドバイスをしてあげました。そしたらカップルの女性はわーすごいと逆の甲を叩いていました。